大丈夫だから知ってることを教えてください。てかもう後戻りできなくなっちゃってるし。亀田さんから俺に会いたいと連絡くれた途端に拉致られた。あいつらに関係あることを俺に垂れ込もうとしたんでしょ。まあそのいやあなたは自分の他には地球外の人はいないって僕らに言いましたよね。でも本当は知ってたんでしょうね。嘘ついて隠してたらもう家に帰すわけにはいかないんですよ。いや、カメラさんの家帰りたいなら返すよ。え？いやもうやばいでしょ、家帰ったら。悪いけどあんたのために仲間みんなやられたんだから黙ってないもんね、他の人。いや、そんな、はい、逮捕してください。逮捕と保護は違いますからね。え？じゃあ教えて。俺に連絡したのは、俺に何の話をしようとしたの？本当にはっきりしない話だし、曖昧な言い方でしかわからないんで。いいよ、知ってることそのまま。はい、その別に彼らの横のつながりにちゃんと入ってるわけじゃないんですよ。っていうか関わりたくないんです。それは信じてください。わかりました。大丈夫だから話してみて。そもそも僕らひっそりとこの星に馴染んで暮らしている僕らみたいな連中は組織なんて作ってないんですよ。基本的にこの星に心から馴染んで普通に生きていければそれだけでいいんです。なるほど。だから驚いたんですよ。生まれて初めてお触れが回ってきたんです、知らない人から。でも向こうもこっちが外の人だっていうことはなんか知ってて。なんて？祭りが来るって。祭り？寺内に祭りってもしかして？祭りが来る、それで？いや、それだけです。それだけ？え、
や、だからそれだけ言われたんですよ、知らない人から。でも僕らには分かるんです。あ、この人も外の人なんだなってことと、この触れは全体に伝えられているんだってことが。じゃあ祭りって何なんですか？いや、それがさっぱりわからないんですよ。でもただごとじゃないと思うんですよね。なんせ外の人たちの祭りなんですから。いつ頃ってのはわかる？さあ、いや、ただなんかこうざわめきみたいなのは感じるんですよ。まさに祭りの前みたいな雰囲気で。そう、僕をさらった彼らもなんつうか悪巧みっていうよりは祭りの支度をしているみたいな、なんか楽しそうな感じでした。祭りの前の楽しそうな感じ。あ、これ聞き間違えじゃなければなんですけどね、あの人たち自分たちの集まりを実行委員会って言ってました。実行委員会、本当にお祭り気分なの？大丈夫、これは勘なんです。うん、そうだな。ついに寺内にお得意の。どうした？どうしました？どうもさっきから同じ道を回ってるようで。おい、何やってんだよ、ちゃんと確認したのか？はい、確かにこの峠を下ってきたはずなんですが。大丈夫かよ。ここってもしかしてお名前峠ですよね？そうです。やっぱめっちゃ有名ですよ、群馬県のお名前峠、心霊スポット。あ、聞いたことある。江戸時代に城を攻められて女中さんみんなが身投げした滝があって、吊り橋が自殺の名所なんですよね？そうだね。あれだ、お前もなんつった？そう、それ。その後、私は何も言ってないです。おいでよって誰か言ったろ？僕は何も聞こえてないです。実は私ちょっと霊感が強い方なんですけど、さっきからこの辺りかなりヤバいですね。マジで？宇宙人でも霊感とかあるんですね。おい、浦田、その話好きなの分かるけどな、やめろ今。いや、そんなんじゃなくて。寺内に聞こえませんでした？聞こえたよ。え？さっきの女の人の声、本当に私じゃないですよ。社外に誰かいんだろう。うん、いるな。います。いますって。うん、ああ、いいかい。ああ、まあその世に言う心霊現象ってのは、その4割はな、徳外の仕業だっていう説があるんだ。あの透明子とかエネルギー体子とかだな。まあ徳外体としては念のため、それを確認しなくてはいけないな。特にそれはここがそういうスポットだとしたらなおさらだな。了解。あの、装備は？とりあえず小銃でも持ってくか。了、うん、了解。すいません、ちょっと後ろを開けてもらえますか？はい。あれ、寺内に。あ、隊長、万が一車両が徳外に襲われた場合、抗戦できるのは我々だけです。保護対象や偵察隊の方々の安全確保を含めて、私は車両に登りますよ。寺内に怖い話とか全くダメですもんね。そうなんですか？うるせえな。どうした？うん、じゃあ車両警備よろしく。何してんだ浦田。ちょっとおしっこ。では行ってきます。